佐世保海軍航空隊は日本海軍の部隊の一つ。横須賀海軍航空隊に次いで開かれた2番目の海軍航空隊である。研究、教育機能を持つ横空と違い、純然たる水上機基地として機能しており、西日本近海の紹介や佐世保陳述府に所属する官邸の関西機調達に従事した。昭和19年12月15日に、 西日本の懲戒航空隊を統合した第951海軍航空隊の主力隊に変容した。本港では統合後の951区も合わせて述べる。横空の成長を機に航空隊の増設を図った海軍は各軍港へ懲海航空隊を設置することとした。その第1弾として佐世保軍港に面した長崎県東そのぎ軍。 日生村の半島先端の浅瀬を埋め立て、飛行場を設置した。この埋め立て地に、佐世保海軍航空隊を開いたのが、大正9年12月1日である。内海部にある、クレチンジュフへの航空隊設置は遅れ、大正14年にスケゾラの文献隊を置いた。佐世保飛行場は滑走路が短く、陸上機の上駐には不都合が多かったため、陸上機はもっぱら。 大村海軍航空隊が常駐する大村飛行場を活用した。そのため、佐世保鎮守府には、加賀、飛留、随宝、大高、雲留、らぎの登録席の航空母艦が配備されたが、関西機は、スケゾラではなく大村ゾラや宇佐海軍航空隊で、訓練、補給、休息を実施していた。昭和19年12月15日をもって、日本各地で、 対戦紹介を担当していた航空隊は西日本の951空と東日本の第903海軍航空隊に集約されることとなった。スケラと共に編入されたのは以下の航空隊である。951.903空と第901海軍航空隊の3個隊は大量の紹介機と広大な紹介区域をカバーすることから例外的に 司令官が配置された。米軍が接収したが、陸上機の運用ができる状態ではなかったために、海兵隊演習場として使用された。昭和24年に、長崎大学水産学部が設置されたが、冷戦期に突入したために米軍が再接収。昭和36年に、水産学部は、文京キャンパスに立ち退いた。再接収後は、平坦な地形を活用した。 上陸用集停基地として訓練に使用されている。クックの導入以来、近隣住民からは、塩害と騒音の苦情が絶えない。米軍では、クック基地の移転計画が取り沙汰されているが、進展はしていない。佐世保航空隊所属の水上戦闘機強風歴代の各種水上偵察機。日本海軍士第9艦、第10艦の召喚履歴及び、官報による。 ありがとうございます。